ある男性の知り合いに D さんという女性がいました。彼女は自分のことを霊感があるという。一緒にいると、ほらそこ、女の幽霊がいる。とか、ああ、そっち行かない方がいいよ。なんか悪い感じがするから。とか、まことしやかにそんなことを言ってくるんですが、一緒にいるとすぐにわかる。嘘なんだと。どうも辻褄が合わないし、言ってることが支離滅裂だったり。ああ、この人は、霊感を使って自分のことを注目してもらおうとしているんだ。そんな人だと思っていました。ある時、男性の友人から連絡があって、今度仲間何人かと心霊スポットに行くから、あのほら、霊感があるっていう D さん紹介してくれないかという。いやでも、あの人嘘つきだぜ。そうは言ったんですが、そんなのほら、行ってみないとわかんないじゃん。ね、あのゲストとして連れて行きたいからさ、よろしく。そう言って D さんを紹介することになった。それから何日かして、また友人から電話がかかってくる。ああ、そういえば、心霊スポット行ったの？あ、行った行った。ああ、こんなことがあったわ。友人が話をしてくれた。夜、仲間何人かと集まって D さんと合流する。車2台に分かれて向かったのは、山の中にある廃墟のラブホテルでした。皆、霊感があるという人は初めてだったようで、車の中では、どんな風に見えるんですか、幽霊って。いつから？いつから見えるんですか？俺たちでも見えるんですか？そんな話で盛り上がっている。そのおかげか、D さんも調子が出てきて、あ、ほら、今そこの木の陰わかりますか？幽霊いますね。とか、まだ大丈夫ですね。感じません、大丈夫です。道中も絶好調でした。目的のホテルについて車を降りる。それぞれに懐中電灯を持ちながら、外観を照らしていく。このホテル、噂では、2階に、首吊りのロープが下がっている部屋があるという。外は、もう窓が割れていて、中が丸見えになっている。確かに2階の一室、部屋の中に、ロープがぶら下がっているのが見えました。うわぁ、すごいな。皆早速中に入っていく。建物は2階建て、1階の端から一つ一つ部屋を覗き、D さん、どうですか？その度に D さんは、ああ、ここは、ほら、ベッドのところ、女の幽霊ですね、不倫かな。隣の部屋に行くと、ああ、ここはソファーのところに子供の幽霊。彼女の上手なところは、必ず幽霊がいるとは言わないこと。ああ、この部屋は何も感じませんね。いませんね。嘘と本当を上手に織り交ぜていく。それにまたみんなは、わあ、すごいな、D さん。やっぱ本物だ。完全に信じ込んでしまいました。1階を見終えて2階に上がる。2階も端から部屋を見ていき、とうとう、あの首吊りのロープのある部屋まで来ました。この部屋では一体どんなことを言われるのか。みんながワクワクしながら待っている。その部屋を見て D さんは、ああ、あれはいたずらですね。さらりとそう言った。もし本当に人が死んでいるんだとしたら警察も来るでしょうから、そうなると、あんな風にロープは残ったままにはならないでしょう。あのロープが残っていること自体が、いたずらっていう証拠なんですよ。その言葉にみんなはがっかりはしましたが、なるほどと納得、さすが D さん。うわぁ、やっぱり D さん連れてきてよかったなぁって来てもらってよかった。盛り上がったなぁ今日は。みんなそんなことを言いながら、一通り見て回った後、車の方に戻ります。建物を出て歩き出したところで D さんが一人立ち止まり、入り口の方を向いて手を合わせる。どうしたんですか？私ちょっとお祓いしていきますね。先行っててください。そんなこともできるんだ。すげえなぁ。みんなは先に車のところまで行き、D さんが来るのを待つ間、なんとなく懐中電灯で外観なんかを眺めていく。2階の部屋を端から見ていき、壊れた窓中が丸見えになっていて、あの首吊りのロープの部屋に光が来たところで、窓の端に
D さんが立ってこちらに手を振っているのが見えた。あれ？慌てて入り口を見たが彼女はそこにいない。2階の部屋。一体何をしてるのか。 D さん、どうしたんですか？声をかけたが聞こえていないのか、無視をしているのか答えない。そのまま部屋の中にスーッと入っていく。下からは彼女の上半身だけが見える。何か椅子か机にでも乗ったのか、彼女の体がぐっと高く持ち上がった。目の前にはあの首吊りのロープがある。両手で掴み、頭を通してそのままぶら下がった。うわっ！皆が悲鳴を上げる。何やってんだ！友人と何人かが慌てて走って建物の中へ、2階に上がり廊下を走って問題の部屋へと飛び込んだ。ぶら下がっている D さんを下から抱えてロープから外す。彼女はガクガクと痙攣していて意識がない。おい、救急車！すぐに携帯電話で救急車を呼んだ。やってきた救急隊員に車に乗せられて彼女は病院へと運ばれる。友人が付き添いになった。命は取り留めたんですが、なぜ彼女がそんなことをしたのかは本人もわからないという。ただ車で運ばれている間、ずっと上ごとのように、もう言いませんから、もう言いませんから、ごめんなさい、もう言いませんから、そう言い続けていたのだという。